みんなお疲れ様でした。ここで、全員が顔を合わせることになります。まずはスタートするときに言いましたけど、これだけの素晴らしい選手が集まっているのにもかかわらず、この大事な時期に、ちゃんと試合でずっと出ることができなかった選手もいたと思います。で本当に嫌な思いをさせたと思いますけど、それは本当に勘弁してください。チームは勝つために一生懸命考えてやったことなので、それは勘弁してください。ただ今回経験したことをチームに帰って、みんながシーズン頑張ってくれることを祈ってますし、で今回多くの本当に日本中に野球の素晴らしさが伝わったというふうに思います。で以前からジャパンというのはその野球の伝道師であれっていうふうな思いがあるんですけど、いろんな勉強したりとかそういったものをぜひチームに戻って喜んでもらって、で次の世代子どもたちのためにもぜひ伝えていってください。本当に嫌な思いした選手には申し訳ない。勘弁してください。ただまたぜひこういう素晴らしいチームでね、みんなで集まって野球をやりたいと思うんで、本当に素晴らしい野球だったと思います。本当にありがとう。またみんなで元気に会いましょう。さあ、よいしょ。